海のレジャーが盛んになるシーズンを前に、危険な航行や事故が相次いだ水上バイクの安全確保について、県の関係機関などが協議しました。会議では来月以降、警察や自治体と協力して、県内の海岸のパトロールや啓発活動を進めることを確認しました。水上バイクをめぐっては、去年、明石市の海岸で危険な航行が確認されたほか、淡路市で男女3人が波消しブロックに衝突し死亡するなど、事故の対策が急がれています。誰もが安全安心に楽しめる兵庫の海づくりを目指して、ということで、を目指しましてですね、これらの取り組みをですね、今年度取り組んでまいりたいと考えております。県は6月議会に危険行為に対する罰則の強化を盛り込んだ条例の改正案を提出しています。